皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。このチャンネルでは視聴者様からご質問をいただき、私たちが古今東西の書籍、論文などを徹底的にリサーチし、その質問に対しての回答を見つけるというものになります。ご質問は概要欄の公式 LINE アカウントから募集しておりますので、ぜひぜひご応募ください。それでは早速本日いただいた質問に参りましょう。 本日いただいた質問は次の通りです。竹見さん、こんにちは。私は50代の男性で、まだまだ人生でチャレンジしたいことがたくさんあるので、できるだけ長生きしたいと考えております。長生きについて考えていると、ふと疑問が浮かんだんですが、一般的に女性は男性よりも長生きするとされていますが、なぜ女性は男性よりも長生きするのでしょうか 例えば、2020年の日本人の平均寿命は、男性が81.64歳、女性が87.74歳で、女性の方がかなり長くなっておりますが、なぜこのように女性の方が長生きするのでしょうか知っていたら教えていただけると助かります。とても面白い質問、ありがとうございます。いや、これはね、なかなか多くの人も気になる質問ではないでしょうか。私たちの平均寿命というのは、男性も女性も共に、急速に 伸び続けております例えばですよ、1947年、昭和22年の平均寿命は男性で50.06歳、女性で53.96歳でした。1947年といえば、今からたった約70年前のお話でございます。信じられますか ?70 年前には、私たちはだいたい50歳ぐらいで死んでいたんですよ。ところが、 2020年の日本人の平均寿命は男性が81.64歳、女性が87.74歳、凄まじい進歩です。 そしてこれからは医療技術やテクノロジーの急速な発展に伴い人生100年時代が到来すると言われていますよねこのように男女ともに寿命が伸び続けているわけなんですが興味深いことは寿命が短かった昔と寿命が伸びた今でも男性と女性の寿命の差は実はあまり変わっていないということなんですつまり寿命が短かった昔も女性の方が長生きして おり寿命ががびた今ででも女性の方が長生きしているんです実は女性の寿命が男性よりも長いのは日本だけの話じゃなくてこれは世界的にも見られる傾向で先進国開発途上国などを問わずほとんど全ての国で女性の方が長生きしているというデータが明らかになっておりますこのようなデータを見るとですね質問者さんのようになんでいったい女性の方が長生きするんだろうという疑問がわ いてくるるのは当然と言えるでしょうでは、なぜ男性よりも女性の方が長生きするのか、結論から申し上げますと、それにはさまざまな説があるんですが、はっきりこれが理由ですというものは、まだ分かっていないようです。断定はできないようです。ですが おそらくこれじゃないのと言われている説がありますので、それをわかりやすく説明していきましょう。まず可能性が高いとされているのが、ホルモンの影響であります。皆さんはエストロゲンというホルモンを聞いたことがありますかエストロゲンは 一般的に女性ホルモンと呼ばれており男性でも分泌されているんですが女性の方がたくさん分泌されているホルモンですこのエストロゲンの量の違いによって寿命に差があるのではないかと言われているんですというのもこのエストロゲンには炎症を抑えてくれる作用があり特定の病気から私たちを守ってくれるんですさらには エストロゲンは免疫を増強する作用があるということも分かっています。また2013年のレビューでは エストロゲンが病気の原因となる DNA の損傷を防ぐことができるということが明らかになっていてまたエストロゲンが正常で健康な細胞機能を維持するのに役立つということも明らかになっておりますこのようなエストロゲンがもたらしてくれるメリットをたくさんエストロゲンを持っている女性の方が受けやすいから女性の方が長生きするんじゃないのと言われているわけなんですね一方でですよ 男性は男性ホルモンであるテストステロンというものをたくさん持っています。実はこのテストステロンはエストロゲンがね免疫を高めてくれるのに対してテストステロンは 免疫系を抑制する可能性があると言われていますその結果新血管疾患のリスクが高まってしまう可能性があるとされていますまたねテストステロンのレベルが高い男性は危険な行動を取りやすいということも研究によって明らかになっているんですねよくですよ海外の YouTube とかでねなんか高いところからダイブしてみましたとか車でいろんなところに突っ込んでみましたとか 家を爆破してみましたとか危険な行動をとっている動画が結構ありますがああいうことをやっているのって大抵男性じゃないですか。そして、 ああいう一歩間違えば死んでしまうような危険な行動をとっている男性はおそらくテストステロンのレベルが高いです本当に海外でねこういうことやってる人ってレベルが違いますよこいつおかしいでしょと一歩間違えば簡単に死ぬよみたいなことを平気でやっていますまあ実際それで命を落としてしまっている人も結構いるのではないでしょうかあれはテストステロンが高いからこそ なせる技だと思います普通の人間には無理ですまた世界のトップレベルの会社の社長なんかにはテストステロンのレベルが高い人が多いとよく言われておりますそれはテストステロンのレベルが高いと危険な行動をとるすなわちリスクをガンガン取りまくれるからであります普通の人ならばとても怖くて取れないようなリスクもテストステロンが高い人ならばガンガン取ることができますので もしそういった場合に成功すれば当然リターンも大きくなり大成功を収めることができるというわけなんですしかしねまあそれによって後ろ側で失敗している人もたくさんいるわけなんですがまたねリスクを取って大金を動かしているトレーダーもテストステロンのレベルが高いということもわかっているそうですまあこのようにテストステロンによってリスクを取りまくれるようになるとか 危険な行動が増えるといったことも男性の方が寿命が短い一つの理由であると言われていますいやいや面白いですよねホルモンの影響によって女性の方が長生きし男性の方が寿命が短いのだとすると遺伝的に女性の方が長生きできるということになりますもちろん 環境も私たちの寿命に大きな影響を与えますが、女性の方が遺伝的に長生きできるポテンシャルが高いというわけなんですね。私も切実に羨ましいです。またね、ホルモンの違いだけでなく、男性女性によって、かかりやすい病気にも違いがあることも、寿命に差があることの一つの理由だと言われています。遺伝的なものなのか、それとも環境的なものなのかは、はっきりわかりませんが、病気によって男 男女でかかりやすさが違うものがあるということはデータによってはっきりとした傾向が示されているんです例えばですよ日本人の死因のトップ3であるガン 心疾患、肺炎はいずれも男性の方が患者数が多いということはデータ的に分かっていることになります遺伝的なものなのかそれとも環境的なものなのかははっきりとは分かりませんが死因のトップ3の病気にかかりにくいということが女性の方が寿命が長い一つの理由ではないかと言われていますまた 男性と女性では脂肪のつき方に違いがあって男性は内臓脂肪がつきやすく女性は皮下脂肪がつきやすいということも分かっていますそして内臓脂肪の方が皮下脂肪よりも危険度が高く内臓脂肪をたくさん蓄えてしまうと体内の炎症が増えてしまったりさまざまな病気のリスクが高まってしまうということも分かっているんです このような男女の脂肪のつき方の違いも、特定の病気にかかりやすいかどうかに関係していると考えられます。また 特定の病気のかかりやすさ以外にも女性の方が男性よりも健康に気を使っている医療サービスなどにアクセスする可能性が高いということも男女の寿命が違う一つの理由ではないかと言われていますこれはね結構皆さん納得できる話ではないでしょうか私たちはなんとなく女性の方が食事や栄養に気を使ったり定期的に運動したりダイエットに取り組んで体型を維持しようと頑張ったりしっかり 睡眠をとったりと健康に気を使っているイメージを持っているかと思います私たちの寿命は当然のことながらこういったライフスタイルに大きく左右されますからそりゃ健康的なライフスタイルを送っている人の方が寿命は伸びます実際に 男性より女性の方が医療機関を受診する頻度が高いという統計データもありやはり私たちのイメージ通りで女性の方が健康に気を使っているようですこのような健康に対する意識と行動の違いも女性の方が長生きできる一因となっていると考えられますそれでは本日の内容を最後にしっかりとまとめておきましょうかポイント1 世界的に男女ともに寿命が急速に伸びているがほとんどの国で女性の方が寿命が長い傾向があるポイント2女性の方が長生きする理由は次の3つ1ホルモンの影響女性ホルモンエストロゲンは炎症を抑え酸化を抑え免疫を増強してくれるのに対し男性ホルモンであるテストステロンは免疫系を抑制しより危険な行動をとる可能性がある理由2 男女にによってかかりやすいい病気に違いがある遺伝的なものなのかそれとも環境的なものなのかははっきりとはわからないが病気によっては男女でかかりやすさの違うものがあり日本人の死因トップ3はいずれも男性の患者数の方が多い。 理由3女性の方が健康に気を使っている実際男性より女性の方が医療機関を受診する頻度が高いという統計データがあるさていかがだったでしょうか皆様なんで女性は男性よりも長生きするのかについての説は他にもいくつかありますがまあメインの説はこんなところでしょう本日の内容を聞けばなぜ女性は男性よりも長生きするのかについてある程度納得できる答えが得られたかと思います これを聞いている男性の皆様ホルモンの影響とか遺伝的な影響のようにどうしようもないこともありますが私たちの寿命は環境にも大きな影響を受けておりますから是非生活習慣を整えるなどして長く健康に生きていこうではありませんか 本日は以上になります。この動画が良かったよという方は、私のやる気アップと、さらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録、ポチッとどうぞよろしくお願いいたします。また、本要約チャンネルの方も、頑張って運営しておりますので、興味のある方は、 概要欄のリンクから本要約チャンネルの方にも訪れていただけると嬉しく思います。ではまた次の動画で皆様と一緒に学習できることを楽しみにしております。また次の動画でお会いしましょう。本日はご清聴ありがとうございました。